はいどうも、かまし TV のかましです。今回はですね、はい、見てください。前回家建てたこのかましの家が今こんな感じで、中身土だけ、あとなんか残骸があるけど、まあ土だけになってます。はい、今回なんでかというと、こちら、はい、わかりますかね、これオスのかましですね。あのおばあちゃんが捕まえてきてくれました。そうで、今回はこれを交尾させようと思います。なのでちょっと物をどかしました。で、交尾成功するかわかんないですけど、とりあえず2人中に入れてみようかなって感じです。まあ、とりあえずカマキリが、メスのカマキリがその前に食べないように願うだけですね。とりあえず今から入れていきます。どんな感じで取ろうかな。じゃあカマキリには下に行ってもらいます。カマキリなんですね。今のところこんな感じになってます。はい、お腹がね膨れてます。ちょっと食べさせすぎたって感じですね。まあ前よりかはお腹へこんだんで、まあ大丈夫でしょう。で、じゃあ今から餌じゃねえ、ごめんなさいオスのカマキリ入れていきます。オスのカマキリこんな感じです。このさっきのメスのカマキリより大きいですね、ちょっと。では入れていきます。その前にカマキリこっちにやっておいて、じゃあ入れます。無事願う、成功を願う、成功することを願います。ではイン、出ました。 OK です。今のところ大丈夫です。大丈夫かな。だから取っといたな。うわ、蚊が来た。どうやって打つのかな。とりあえず今こんな感じでちょっとね、家の中に入れてきました。じゃあこれで多分何時間か待つことになるのかな、多分。では待ってみます。このままこの場所に置いとくかな。カメラは充電がなくならないね。リングだけこんな感じで置いておこうと思います。今ちょうど乗りました。よっしゃ、乗った。いや、飛び乗るところ取れたからすごかったです。いや、すごかったんだけどな。いや、ちょうどカメラ、いや、あとでまたしたら撮りに来ようと思ったけど、そのやめた瞬間に飛び乗った。これ見てください、今。ほら、お腹が今こうやって動いてますよね。これをねじ曲げて、カマキリの、メスのカマキリのお尻のところに突き刺して交尾するんです。いやー、すごいですね、早いですね。あ、メスのカマキリが動いてくる。すげえ、飛び出るとこ見たことないんですよ。俺はもう今まで適当に入れ、容器に入れて交尾するの待ってたんですよ。うわ、あー、すごい。はい、こんな感じで、ほらお腹のところに刺してますね。
まだぶつか刺さってない。すごいですよね。でオスナカマキリはこの交尾のためにずっと食べないで、まあ食べるはするんですけど少しだけしか食べないで飛べるようにしたりとか、あとこうやってお腹までで交尾するんで、多分食べ過ぎるとお腹曲がらなくなっちゃうんでしょうね。いやーすごいですね。あっ、わあすげえ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 。こんな感じです。交尾成功してよかったです。いやこのままあの状態がずっと続いてたんでもしかしたら無理かなと思ったんですけど、よかったです。よかった。じゃあ、これで固定します。ちなみにカマキリはですね、だいたい交尾の時間は5、6時間から交尾してますね。いや、あとはどうだろうな。あ、ちなみに今回はここまでにしようと思います。さすがにこれ以上撮るとね、5、6時間は撮んないといけないんで、スマホの容量がやばいことになるし、スマホも熱くちゃなっちゃうんで、今回はこれで終わりにしようと思います。じゃあまた今度見てください。多分今度はまた餌あげる回とかになるかと